押しのこと後がなくなった BM ジロー杉山ネクロはどのような戦い、おお開幕いきなり早瀬とエルゴキャノンでしょうか。リバーサルで何か出てたんですが、カマーから来た掴んできた、いや恐ろしい、最近は下手な人が多いですね、すごいな。ライティングコブラからきた、大胆に下がって、これ体力わずか、そしてガラクタね、1ラウンド目、まずはボスマコト、もう誠の勢い止められないですね。ベンチで落としてエルボーキャノンで落とし、これうまいですね。レッドリックスネーク、ライジングコブラ、トルネードアッパーから、うーん逆にピュアらせた、この辺はお見事、杉山ネクロ、なんとパーフェクトですね、変わらせませんでした。ファイナルラウンドです。さあ同じバウンドマクレームね、全くペースをつかめないのと、もう一方的にやられたんで逆に切り替えられるバウンド負け、両方ありますけれども、今回どうでしょうかね、おっぱこと後者のように思いますが、あっとこれは決まったか、決まりました。さあ1回戦セカンドターンの、勝者はゴッドパワーボス、そして、筐体移りたいと思います。第3筐体ですかね。